グラント・ハートはアメリカ合衆国のミュージシャン、シンガー・ソングライター。ハスカーズのドラマーとしてデビュー、フロントマンのボブ・モールドと共にソングライターを担当した。バンド解散後はノバ・モブというバンドを結成し、ボーカル、ギターを担当。ミネソタ州のセント・ポールに生まれる。10歳の頃に兄を飲酒運転の事故で亡くし、ハートはその兄が持っていたドラムセットを受け継ぎ、 様々なバンドで演奏するようになる。ハートは働いていたレコード店で、ボブモールドと出会い、親しい仲となる。1979年に二人は友人だった、クレック・ノートンと共に、ハスカードを結成する。ハスカードは80年代に多くのファンや支持者を増やしたが、ハートは80年代中盤以降ヘロイン中毒に陥り、ハートとモールドはドラッグの剣や、 創作面で確執を深めるようになっていった。1987年に行われたミズーリ州、コロンビアでの公演後、バンドは解散する。バンド解散後の1988年、ハートは SST より EP2541 でソロデビューを果たす。その後はアルコールやドラッグを立ち、1989年にはソロアルバム、イントレランス。 1990年には EP All of My s e n s s をリリースし、ソロ活動に力を入れていく。また1989年にノバモブを結成し、ハートはボーカルとギターを担当した。ノバモブは2枚のアルバムと1枚の EP をリリースした後解散した。90年代中盤からは再びソロ活動を開始し、1996年にライブアルバムエッケホモ、 1999年にセカンドソロ、グッドニュースフォーモダンマンをリリース。2004年には、ガンの治療中だったソウルアサイラムのベーシスト、カール・ミュラーを支援するための事前コンサートで、ボブ・モールドとステージ上で共演した。2009年に10年ぶりのソロアルバム、ホットワックスをリリース。レコーディングには、ゴッドスピード・ユー・ブラック・エンペラーのメンバーが参加した。 2013年にもソロアルバム、The Argument をリリース。2017年9月14日、ガントとの闘病の末、56歳で亡くなった。ありがとうございます。